デジタル推進委員に任命されたのですが、田中純一一般財団法人 AVCC 理事一般社団法人ビル、減災研究所代表理事、デジタル推進委員という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。私は昨年9月1日付で、河野太郎デジタル大臣からデジタル推進委員に任命するという任命状をいただき、デジタル証明書、オープンバッジも付与されました。 もちろん応募した結果ですから想定内のことではありますが、その後私の身に、特段の変化が起こっていないのは想定内なのか、想定外なのか。誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会という国が掲げる構想は2022年12月2日、発行第762号、誰も置き去りにしないデジタル社会へで、KK2、久保田代表が指摘しているように、 コミュニティの中で世代をを超えた学び合いを実践し自分が得意なことを周りの人と分かち合う中でこそ実現できることだと思いますその構想を実現する目玉の一つがデジタル推進委員ですが任命の前に応募が必要です応募要件を満たすのは文部科学省の ICT 活用教育アドバイザー事業のような国や自治体が実施している14のサポート事業に 取り組んでいる人や、青年会議所やシルバー人材センターのような、地域コミュニティの活性化に取り組む24団体に所属する企業、団体に所属していて、マイナンバーカードや各種デジタルサービスの利用方法を教えたりサポートしたりしている人、少々乱暴に整理するとそういうことになります。つまり、デジタルデバイド解消のための啓発活動に現に携わっている人ということです。 デジタル機器、サービスに不慣れな方等に対する理解を持ち、きめ細やかな対応を自らのできる範囲で心がけることが求められ、任期は1年、更新あり、活動は無報酬でボランティア、それがデジタル推進委員です。私は地元の高齢者団体を通じて、一般社団法人ニューメディア開発協会の認定資格。 シニア情報生活アドバイザーを取得して、区の ICT 教室の運営に参加していたことで、この要件をクリアしたようなので、地元団体として応募したわけです。形式に則っ,った任命に、新たなミッションを感じてはいますが、地元の ICT 教室運営などの活動は、そのミッションを実践していることになると認識しています。折しも1週間前6月9日新たに デジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定されました。そこに示された重点的取り組みには、デジタル推進委員2023年5月時点で、約2万6000人の活用も明記され、関係府省庁と連携し、携帯キャリアショップ中心の活動から、自治体、経済団体、企業、地域ボランティア団体への拡大を図るとともに、図書館や公民館、駅などを含め、 継続的ににききめ細やかなサポートがでるるようにするとありますデジタルデバイド対策はデジタル推進委員に限らず多様なチャネルを巻き込んでさらに展開される見通しであり KK2 が進めているデジタル公民館活動もその一翼を担えると思われます高度なデジタル社会を目指すことに異論はないものの誰一人取り残されない 人に優しいデジタル社会を同時に実現することは、決して容易ではありません。デジタル推進委員はかねて、デジタルデバイドの解消に努めてきているはずですから、今後の活動が大きく変わることはないかもしれません。それでも、使命を胸に、日々進化を見せる実情に合わせて、より良いデジタル社会実現の夢を追いたいと思います。